Hello Brutal Freaks, ketemu lagi dengan saya di channel Brutal Mind. Mungkin ada yang kaget atau bingung, ya betul, saya yang dulu beberapa kali keluar di video Brutal Mind yang ngomong bahasa Jepang itu, tapi hari ini saya pakai bahasa Indonesia aja, soalnya ya capek deh yang sering ngomong bahasa Jepang. Oh no! Penting. Jadi hari ini saya mau main ke Asakusa Space ya. Ini konsepnya. Mau sangar ya, line up ya. Mungkin ya Brutal Freaks Indonesia udah pada tahu dengan festival ini, soalnya band-band Indonesia juga dulu pernah sering main ke Asakusa Death ini, contohnya ya Death Squad, Noxa, Gorintamus sama Jasad. Tapi ya gara-gara Covid tahun ini dan tahun lalu cuma hanya ada band lokal, tapi ya tahun ini lainnya menurut saya lumayan sangar deh. Jadi ya, tanpa ngomong banyak-banyak, mari kita berangkat. Oke, Brutal Freaks. Saya sudah sampai di Asakusa Gold Sound. Ya, ini band-nya di bawah ya. Jadi acara band-nya pertama mulainya jam 3. Jadi ya, saya setelah masuk, lihat-lihat nongkrong di dalam dulu deh. Oke, sampai ketemu lagi. We'll be right back.
sekarang saya mau interview ke band yang menurut saya rasanya mungkin beberapa orang pada yang belum pada kenal, yaitu Pastor DK. Yeah. お疲れ様です。お疲れ様です。ケンスケさんでしたっけ？ケンスケです。いや、ケンスケさんでボーカリスニャーフェスタディケイ。フェスタディケイって今のとこ、はい、アルバムとかですね、どれくらいですか？アルバムは、実はまだなくて。あ、そうなんですか。はい。最後に撮った音源が、はい、クラッシュシンドロームとのスプリットになるんですけど、はいはい、まだアルバムは一回も出したことはなくて、はい、次に出す音源は、イタリアのエバーラスティングスキューレコードから、まあ、シングルっていう形になって、まあ、その次にミニアルバム、はい、ウィークはアルバムっていう感じになるのかなっていう、はい、今のところスプリットと確か EP も出してましたよね。あ、そうですね、EP っていうかデモがあります、ね、だから3枚ですね。あ、全部でクラッシュを見てから、で今のところまだ日本でしかライブはまだ日本でしかライブはしたことないですね。あ、はい、まあいずれコロナ終わったら行きたいとか。行きたいですね。いろんなとこに行きたいですね。やっぱりそうですよね。音源聞いてる限りやっぱカーカスからの影響が大きい。そうですね、エッセンスがかなりカーカスから強くて、あ、はいはい、それでメンバーが、はい、まあ一昨年ぐらいに変わったんですけど、あ、はい、そう変わってからさらに、まあ、技術も上がって、はい、よりカーカスへのエッセンスがこう近づいてきて、なるほど、今は多分ベストメンバーだと思います。で新作もやっぱカーカス系の初期カーカス系のゴアグラインド かなりゴアグラインドですね。ピッチシフターとか、あ、言っていいのかな。まあ、できる限りだけで、まあかなりカーカスに近いですね。なるほど。じゃあ、まあ、今日はだいぶエルフェンテでも見たんですけど、 あの時もすごいかっこよくて、今回も相変わらずのカーカスプレーカーカスプレーありがとうございます。まあこれはまあこのブルータルマインド基本ブルデス系の人ばっかりなんで、多分まだ知名度ゴアグラインドはまだ一回でもあのシャツの金利のオファーみたいなの来たのような気がするんですよね、ゴアのシャツ、はいはいはい、ちょっとそれがまあよく分かってなくて、その時まだ全然そういう仕組みが、なんでブルータルマインドは僕は何回も買い物したことがあります。リスキアインテストとかありますし、いろいろ買ったりはしましたね。おう、まあ、多分あの社長も見てると思う。嬉しいと思う。はい、じゃあまあフェスタディケまで知らないですが、確かスプリットも僕見た限り、はい、売ってたと思うんで。あ、売ってます。そうですよね。はい、なのでまあ取り扱ってもらって、カセットとかも確か置いてあったよ。そうですよね。はい、なのでまあありがたいです。興味ある方は、はい、またはあれ、聞いて気に入った方はぜひ買ってください、ね、はい。ありがとうございます。すみません、地味な質問ですけど。いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。Oke, Brutal Freaks, sekarang saya mau interview lagi ke salah satu band hari ini ya. Itulah Take Hito Seki-san dari Invictus. お疲れ様です。まあ、Invictus も何回か見てるんですけど、相変わらず安定のライブで、いつも楽しんでます。すいません、ありがとうございます。光栄です、本当に。まあ、さっきライブでも言ってたんですけど、新譜が少しでしたそうですね、なんか僕一昨年にて、なんか冷静に考えると去年の頭だった。あ、はい、1月で、ただその物自体は去年のもう、あ、一昨年です、今年の12月の今夜物自分とかにあって、はい、地元のイベントだと一昨年から売ってたりしたんですけど、はい、正確には去年もうなんかコロナで時間がかかった。そうっすよね、わけわかんなくなっちゃった。わけわかんなくなっちゃった。ですね、まあ、それ以降やっぱツアーとかもやっぱできない状態です。そうですね、もう本当に直後は結構やっぱり全体的にこう空気っていうんですか、やっぱライブもそうですよ、やりづらくて、田舎地元結構なんかそのコロナの直後の時結構ピリピリしてて、はい、あ、そうですか、なかなかちょっとってな感じだった。あ、はい、で2020年終わっちゃったんですけど、まあ、21年になって、2020年は結構からちょっとずつまたやり始めるようにして、はい、でまあ、浅草までうまいところ使ったので、はい、まあ、よかったなと思うんですけど、まあ、でもちょっと本当にがっつりちょっとツアーやりたかった、ね、そうですよね、せっかく新婦出したんで。なんかイギリスでもやる予定でしたよね。そうですね、一応イギリスの、サブライムテラフェスっていうのに出る予定で、まあ、なんかこんなことに中止になるというの延期で来てまして、一応来年やる。あ、来年ですか。はい、でなんとかまだ出てもいいっぽいので出てほしい。今のと
ログインできたら海外行ってもそれが初になる感じですか、ね。今まで海外は韓国で1回と中国で1回とタイで1回、タイも行って、はい、やってまして、あのなんで、あのまあ一応これで4カ国目なんですけど、はい、ヨーロッパは多分初ですね。これは初のヨーロッパですね。本当にまたアジアに行きたい。ああ、全然あります。もう本当楽しかったんで、はい、楽しかったです。楽しかったですね。あ、ぜひインドネシアに。いや、もうぜひ行きたいです。足を運んで。もうぜひ行きたいです、本当にね。ありがたいですね。長野にもインドネシアのから仕事に来てる方で、すごいデジタルが好きな人がいて、イクワル君って言うんですけど、なんか地元でちょっと仲良くなりまして、たまに会います。たままあ多分行ったらもうスター的な感じなんでデスメタルって日本からのデスメタルって感じでもうスターとかいないだろう。すごいいい世界です。素晴らしい。じゃあぜひコロナ落ち着いてあれチャンス機会があればぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。プロモーターインドネシアからアダヤンスカ、はい、オールスクールデスメタル、ワジプ、パミルインフィクトスカインドネシアでちゃんと呼ぶようにして。すいません、オールドスクール好きのプロモーターいたらぜひ。あ、ぜひ。ありがとうございます。すいません、地味な人もって。いやいやいや、もう最高です。ありがとうございます。ブルータルフリックス、sekarang saya mau interview terakhir hari ini dan saya bilang band ini mungkin Freaks pada tahu deh, soalnya mereka udah berapa kali ya ke Indonesia, mungkin 4 kali, dan mereka sangat ada koneksi kuat dengan Dead Squad. Kalian bisa tebak siapa? Inilah bandnya, Kanda Rivers. お疲れ様です。まず、はい、ガラパチとブラッドサジカルデスのリリースおめでとうございます。ありがとうございます。今日が京介さん初の、はい、ありがとうございます。Oh yeah, by the way guys, ini drummer baru kan dari Pas Joseph Gestas. Dia main di Abort Mastication juga. Kalau belum tahu, kalian wajib cek.今日発表してるから、ノクサとフリットが出るみたいな。そう、前フリーウェイで俺らも実は最近行ったんですけど、前実はフリーウェイを出そうって言って、それで日本ツアーやろうって言って、それで日本ツアーをやったんだけど、ちょっといろんなことがうまくいかなくて、であとトニーが亡くなったりしてね、でいろいろ話をしてたんだけど、まあ、せっかくだから出そうってことで、それで実は本間くんにもインドネシア語を習いました。それで今日発表されてると思うけど、もうすぐこの3人で録音したもんなんで、またちょっとインドネシアでぜひ、はい、ブラックアンジーから、はいはい、出る音源なんで、ぜひ聴いてください。そうなんです。来年ね、はい、ノクサが20周年。あ、そうですね。だから、ノクサフェスやるって言ってるんで、ぜひ行きたいんですけどね。ちょっと今の情勢がね。そうなんですよ。難しいところなんですけど。もうね、インドネシアのみんなに会いたい、本当。結構、ライブの映像を向こうで見たら、結構でかいところでやってますよね。そう。やっぱね、やらせてもらってるし、あとやっぱね、俺らね、インスタグラム、ほとんどがね、インドネシア人。そうなんいやだからインドネシアの方は本当いっぱいメッセージとかくださって、嬉しい限りなんだけど、もうぜひインドネシア行って、であとですね、もうすぐ、これも言っていいと思うんだけど、ローレスから、ブラッドサージカルデスのインドネシア版が出ます、はい、それもよろしくお願いします。はい、これあれだよね、ブルータルマインド。それはブルータルマインドです、ね。ブルータルマインドさんもよろしくお願いします。ね、死んだ細胞が今度ね。死んだ細胞そうなんですよね。出るから、日本ともね、仲良くさせていただいて、今度、ダニーさんで。デニーデニーさん。ご挨拶させていただいて。もしなんか街とかでプリントを。そう。ぜひつけてるね。本間君にも言っていただいて、ブルータルマインドからもぜひよろしくお願いします。ちょっと地味な質問しかしてもいえいえ大丈夫お忙しいとこ、はい、いえいえ、はい、じゃあまた機会があればインドネシアそうもうぜひ行きたいので皆さんぜひ待っててください。
よろしくお願いします。あのノクサとのとインランダーとのスプリットをぜひ聴いてください。あノクサのねカバーをしてるんですよ。あそうですよ、そう代表曲をねトニーに向けて頑張ってあのインドネシア語で歌いましたので聴いて笑ってやってくださいありがとうございます。ありがとうございます。ダルプリックス Asakusa Dead Fest hari ini selesai dan saya nanti kembali ke closing party di Shinjuku hari Rabu, jadi sampai ketemu lagi. Oke, Brutal Freaks, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya mau pergi ke after party-nya Asakusa Deadfest ya. Oh ya, dan saya lupa bilang, saya cuma pergi ke Day 1 dan after party hari ini karena opening party dan hari kedua itu jadwalnya gak cocok dengan jadwal saya, jadi ya saya skip dulu deh. Oke, gak usah ngomong banyak-banyak, mari kita langsung pergi. Oke, Brutal Freaks, saya sudah sampai di venue dan di sebelah saya ada tema dari Shindasai Bono Katamari. Tapi nanti kita nge-post special interview-nya Shindasai Bono Katamari, jadi jangan lupa subscribe. Yeah.
okay, Brutal Freaks, Asakusa Death Fest sudah selesai. Dan sebelum selesai, saya mau interview terakhir dengan pria yang sangat penting untuk acara ini. Itulah Naru-san. Hai. お疲れ様です。あ、お疲れ様。4日間、今年、すごい、いろんなバンド行ってすごい楽しかったです。まあ、今回のデスフェストに限らず、コロナ禍のエクストリームとか、本当にお疲れ様です。今後もなんか、ライブ楽しみにしてます。ちょっと、視聴者の方に軽くデスフェストのなんか始まりとか、歴史を語ってもらってもいいですか？はいはいはい、日本語、はい、浅草デスフェストは2016年に始まった日本多分初なのかな、国際的なデスメタルフェスティバルということでスタートして、最初の年はスケルタリネメインズがヘッドライナー、で翌年はその次の年はサバト、日本のサバトが、ヘッドライナーで、シンガポールのワンローとかスウェーデンのマッカーブレとか、あと何だっけな、忘れちゃった、いろいろ出て、で去年じゃなくて、コロナになる前の最後のアタックスデスフェストのヘッドライナーは、ペスティエンス。本当はコロナがなかったら、パンジェントステンチが来る予定だったんだけど、それはちょっと。延期になってしまって、そうで今この国内のバンドだけでもう継続してやってるって感じです。過去のラインナップ見てちょっと気になってたんですけど、始まりからずっとインドネシアのバンドから今出てるとこからナルさんが来ちゃったとか、あれってなんかナルさんが個人的にインドネシアに注目しているんですか？いや、あれは、大阪デスフェストをやってる、シン君、インドネシアのすごいパイプを持ってて、そうですね、彼がインドネシアのバンド日本を呼びたいよって言った時に、東京で明日に彼は大阪でイベントがあって、でその終わった後にこう、サクサインが出てくる、はい、で、ちょっとこうお互いこうなんかサポートし合いながらなるほどやってる感じですね。コロナ収まったらまたなんかいいんだよね。そうだね、なんかね、ぜひね、来てくれるんだったら、もちろん出てほしいけど、いつ終わるんだろうね。そうなんですよね。いつたら来年収まってほしいですけど、あれでしたよね、なんかフロットインカルテーションも、今年来る予定です。それもね、延期になっちゃったから。ユークリッドファイルもできた。結構いろいろすごくいいメンズ、そうですよね、まあ、来年どのぐらい海外のバンド来れるかわかんないしけど、まあ、ちょっとね、希望を持って、そうですね、次につなげたいですね。たとえもし国内になっても、すごい盛り上がって、そうですね、今年はね、4 days だったけど、もうソールドアウトだったんで、そうですね、すごく楽しみにしてます。で概要欄にスタッフサーディスフェストとかのリンク貼っておくんで、はい、ぜひチェックして、そうなんです、もしコロナ収まったら遊びに来てください。イエスイエスイエス。じゃあ今日はありがとうございました。はい、またライブ楽しみです。満タン。満タン。OK guys, jangan lupa subscribe dan like dan sampai ketemu lagi.